そうなのか。いや、ちょっと下手くそにもう。びっくりするぐらい下手くそ。あ、これ買ってます。そう。真っ盛り。はい、ということで夏休み子供たちが入りましたので、まあ、育ち盛り食べ盛りの子供たちがね、朝昼晩と3食食べるということで、はい、はい、コストコに久しぶりに買い出し行ってきました。イエーイ、ウッキーハピーハピー。何それ。そんなことはさておいて、はい、今日もですね、たくさんあの新しい商品もね、はい、いろいろ買ってきましたので商品紹介行ってみたいと思います。まずはこれ。これはコストコにはですね、よく売り子のおばさんがね、あのおばさん、ごめんなさい、おばさんとお姉さんがいらっしゃって、こちらをですね、シミとかにつけたら消えるんだって。おでも私を見てって一生懸命自分のシミを見せてくれたんだけど、その人の元のシミがどの程度かってことがよく分からないんだけど、もう本当に薄くなった薄くなったっていうふうに力説されましたので、ちょっと買ってしまいました。では次、これジグソーパズルです。ゆうちゃんがねパズル大好きですので、500ピース今までちょっとチャレンジしたことがないサイズですけども、なんとこの絵はですね、コストコの店内が描かれてます。コストコ大好きホカリ家としてはですね、これはぜひ作って飾っておかなければということで買ってまいりました。次いきます。こちら、ハワイアンチョップドガーリックオイル。今コストコはですね、ハワイフェスタ、ハワイ祭りみたいなことで、ハワイのいろんな美味しい食材が紹介されていましたけれども、こちらはですね、もうね、かなり売れてるということで、在庫がもうなくなりそうだみたいな、そんな情報もちょっとゲットしましたので、4本ね、はい、買ってきました。で、これは食品サンプルでね、あのちょっと試食したんです。ニンニクが効いててね、めちゃめちゃ美味しかったです。はい、楽しみ。これもですね、チャンジャ、はい、これ初めて買いましたね。はい、チャンジャです。タコライス、これは何個入ってるのかな、12食分ね、はい、ありますので、これ夏休み子供たち、このタコライスを食べてもらいましょう。トリプルチーズタルト、こちらを持ってきました。で、これも買ったことなかったんですけど、試食で食べたらめちゃめちゃ濃厚なね、チーズタルト。で、これが1580円、めちゃめちゃ少ないですか、めちゃめちゃ重いよこれ。で、これも冷凍できるってことだったので、切って冷凍してね、保存しておきたいと思います。こちらはですね、こちらもまあ夏休みで子供たちがね、今家でお昼でも食べれるようにということで、フリーパンのホットドッグ用のパンを買ってきました。これめちゃ安かったね、まあまあ、はい、値段はちょっとこちらに出てるかと思いますけれども、調理してね食べたいと思います。でで、今回のですね、これは実はパパの一押し、こちらシャボン玉マシンです。で、これは、まあ、シャボン玉を見てください、このマシンガンみたいなシャボン玉を大量に撒き散らすと、そういった装置でございます。まずこのリビングでね、やってみたいと思います。ママいいかな、リビングでやって。はい、お風呂で、お風呂でお風呂入るとき、はい、これティファールのフライパンね、7つセット、こちらを買いました。まあ、うちフライパンって何個ある、10個ぐらいあるよね、かなりあるんですけど、収納に便利なこの取っ手の取れるタイプね、それがいいということで、こちらまた買っておきました。クリームチーズ、これママ、これ何のクリームチーズ、これはチーズケーキを作るためにクリームチーズを買いました。次はですね、こちらアルゼンチン刺身用天然赤エビ、これいつもコストコにはありまして、今までもバーベキューで一回買ったことがあって、で、刺身用って書いてるんだけど、本当に刺身用で食べれるのかちょっと不安だったんだけど、今日試食をしておりまして、この皮のまま焼いてね、バターで食べたんだけど美味しかったよね。美味しかった。で、捨てるとこないって言って、この尻尾食べさせられたんだけど、もう美味しかったし、このまま剥いて刺身で食べろと、そして剥いた皮は出汁を取れということで、調理の仕方をいろいろ教えてもらいました。やっぱりコストコの食材って、まあ、試食をしてっていうことをすることを本当にお勧めいたします。チヂミの素、これ買ってきました。これ初めて買ったよね。多分チヂミの素は初めて、うん、
初めて。これも夏休みの子供たちのねお昼ご飯に、でこれは具材も実はこの中に全部入ってるってことで、ただこれは混ぜて焼くだけということでしたので買ってみました。アワビのオイスターソースですね。はい、話題の商品、はい、食べてみたかった、ということで食べてみたいということで買ってみました。はい、これはですね三元豚のバラ肉の、はい、塊ですね。値段で言うと 100g あたり113円ね。でこれをカットしてまたパッキングしてね保存したいと思います。これは5キロです。はい、5キロね。はい、でこちらまた三元豚のロースですけれども、こちらは 100g あたり79円。これもですね毎回買ってます。とても美味しいよねこれは。次にしたらね、これは 4.81kg。これここにチーズの絵が書いてあると思うんですけど、これはパスタソースで、うん、パスタソースの中にマスカルポーネチーズが入っているってやつです。そう、それも話題の で簡単な和えるだけ。何、パスタに和えるだけってこと？和えるだけでお店の味になるって。へえ。パスタはこの大袋で、みんなパスタ大好きですので、こちらで食べてみたいと思います。でこちらはですねパパが大好きなマドレーヌですけど、季節物でね半分チョコレートの味が違ったものが入ってますけど、今回なんとレモンということで、でこれもね買うつもりなかったんですけど、試食をしたら本当にねレモンの爽やかな味わいとこの甘さがものすごい絶妙なハーモニーですので、ついつい買ってしまいました。冷凍にできます。はい、こちらはですねサーキュレーターアイということで、扇風機っていうか買うつもりなかったんですけど、これあのすごいね強い風が出ているのと、24畳分のね広さをカバーということで、サーキュレーター扇風機、これはママが欲しいって言ったので、ママが欲しいって言ったら買わないわけにはいきませんということで購入してまいりました。今回のですね最高額商品です。こちらブラウンのシルクエキスパートプロ5です。これはですね脱毛の機械ですけど、緑もねまさやかも中学生だしちょっと気になる年頃ということで、うちだったら人数多いから金額は張るんですけど、みんなで使ったらですね金額分は回収できるかなっていうことを、ただ心配してたのはやっぱりね脱毛の機械って効果がやっぱりどの程度かってことがとても気になってたんだけど、いろんな人が使ってる話を直接聞いてネットでもいろいろ調べてみたんですけど、これだったら間違いないかなということで今回購入いたしました。みんなで無駄毛処理しようね。はい、つる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 。それでは今回の合計金額発表したいと思います。みどちゃん、デレ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 。はい、準備ちゃんと持ってってよ。チャリーン、合計金額は合計金額259,942円。良い買い物ができたかと思います。たくさんお金も使いましたのでしっかり働いて稼ぎたいと思います。コストコなんか久しぶりだったと思いますけど、ニノちゃんが2年ぶりとか言ってますけど、本当に2年ぶりか？え、マジで？日本新記録の時以来ってこと？いや、その前ではない気がするけど、でもあれ2年ぐらい、あれは2年前だよね。中学生の時から1回も行ってない。へえー、じゃあ本当にあれ以来行ってないのかな。そうかもしれない。まあ動画を見返せば、まあ確かにそうかもしれない、うん、でもそうかもしれない、うん、ということで商品紹介以上で、これからですね、はい、お肉を刻んでラップしてね冷凍、はい、あの一連のこの作業をですね頑張ってやりたいと思います。まあ夕食はいつものごとく時短でね、お寿司でーす。チンギパンギー。